今日の話題はヤフーみたいなというみたいなマフィアみたいな写真集。それなぜか言うとね、前おじいさんのファッションショーとやってたんですわ。わしだからヤフー投稿にね、忘れてますわ。ヤフー投稿に、ヤフー乗ったらもう有名人になるからね。ヤフー投稿に四国の五族の先祖まで載せますわ。おいでなんだかな。マフィアみたいな写真集。俺自己ぐらいあるからね。本当に載せますわ。これね、1分ぐらい持っとかな。俺横、難しいね。ちっちゃなったり。それとね、なんだか、世界出版方法で入れとかんとね。この格好お気に入りでね、孫にも一緒。私これね。これは前買った新しいやつ。なかなかこんな格好してる人いません。電車乗っても。それで俺言われました、やっぱ。ちょっと変わっとる格好で、自己流の格好しとるからね。ね、中古の店行ったらね、お父さん、奇抜な格好してますなんて言われた。ああ、嬉しいね。今日はね、今からね、アサリ買い行くからね。そうそうそう。俺ね、やっぱ、デベショでさ、外出好き。サンマもそう、一日もいい男ね。今から東京行ってね、俺昔、ふと思い立ったら名古屋でも行くんですよ。今、例えば5時半ね、名古屋に行って、例えば11時に起きるでしょ。それで、喫茶店で湯を沸かして、そこから帰ってくるって、そういうことしようったんですわ。でもね、向こうでね、夜中困るんですわ、空いてなかったりしてさ。で、この間、姫路にスイッチ入って、3万持って姫路に行ったんですわ。どれかなるやろと思って、6時頃から。で、姫路着いたら、何にもない。だから、そういうことはしない。だから経験、何でも負けるにもいいしょ。やったかな。今日はだから何杯行ってね、葉巻がね、だから、営業時間知らんな、わからんわ。営業時間がわからんからね、なかったらないで、他のタバコ買って帰りますわ。アサリ買わなあかんからね。やっぱ金持ちは人間出れる。今、3000円ぐらいあるからね。今日は、2時18分。もうちょっと喋りますわ。ね、億万長者、わしの今、いろんなことを見とるとね、全部隠れていってますわ。世界出版方法も隠れてるしね。これでこの、マフィアみたいな写真集ももう1年前から言ってるんですよ。で、一回投稿したけどね、本格的にしてね。これで、わしのは多分受かると思うね。写真が決まってるから。これで、安倍晋太郎のね、親父が、弟が国会議員やっとるしね、安倍晋太郎が30人の時、そういうあれがあるからね、それも載せます。多分撮ると思う。それでね、ヤフーだけじゃない。これはメモ帳。Google から何から全部あるとね、インフォシークから。俺、インフォシークって覚えたのはね、20年前に、10年前か、パソコンね、わからんでね、手活動で、どっかエロサイトをこんな、みたいなの載っとるとこないかなって、インフォシークがいいですよと。それで、ただ、そういう一言で8000円ですよ、1時間で。で、メールがわかんない。これで、ちょっと、これ出すの教えて。はい。1万5000。入会金。7000。8000円ですよ。なんか、下、はい、じゃなくて喋るのがおかしいな。今日は調子が上がる。ほいでね、やっぱね、進んでない。ほいで、何遍も言うけど、電子書籍も14万あるけども、銀行口座しようと思ったけど、今ガーガー寝てね。はい。今日1日過ぎた。だから怖いですね。はよしないと、70やから、150まで来たと、何年か。80にしか生きられない。俺、桂君丸じゃないけど、漫談のところかな。拓保漫談。ちょっと、桂変えてね。あの人桂なんですよ、トランプ君も。まあ、そういう話題はさておいて。ちょっと、買い物行ってきますわ。そういうことで。昨日ね、ブリ食ったんですわ。スーパーで見とってね、450円か300円の。普通買えないけどね、昨日2万買ったから、生活保護でね。だから買ったです。美味しかった。ね。まあ以上。ほんで、ブリもね、1年にね、1回食ったか、今年。大変ですね。以上。